はいはい、どうも、今日はアイアンマン VR やってみます。よろしくお願いします。体験版でございます。やってみよう。結構ね、俺これマイクをパンチしてしまうかもしれないんで、皆さんその時はすいませんもう何も周りが見えないんですけど、結構幅を取るっぽくてね、これ手見えますキューピー飛びするんですかね、ブーンって。すごい楽しみ。評判良かったんでね、なんか SNS で。ちょっと楽しみですね。私も予約済みなんですけど。プレイ。やべやべ。ドキドキしてきた。おー、すごい。来た来た。これよ、この UI よ。おお。おい、すげえ。前に出します。すげえ。なになに？よし。おお、飛んだ。すげえ。すごい。手のひらは後ろへ。あ、なるほどね。おお、すごい。いいね。最高。本当に。それじゃ、本番といくか。いや、こうやって飛んでんだ、アイアンマン。なるほど。いや、ちゃんとね。ちゃんとやってるよ、アイアンマンのあのキューピー飛び。すごいすごい。すげえ。夕日が見える。すごいよ。ほら、ちゃんと落ちる。キューピー飛びしないと。ふぅ。すごい。アイアンマンになったー。そして声優が泣ける。藤原さんだ。すげー。あ、お家だ。すぐ破壊されるお家。何、リバーサルテスト。照準システムを起動。リパルサーの準備は OK。 OK。 手のひらを前に。前にチャージした。何でですか？あ、ここか。おお、すげえ。回転するときは？はい、わかりました。すげえ。ブレる。いや、これふかしながらさ打つの結構大変だよこれ。背後背後。困った人ね、トニー。ペッパー、僕何かまずいことした？やべやべやべ。そのスーツのことよ。ちゃんと片手噴射しながらやんなきゃいけない。その時は脱いでるだろ。アイアンマンの苦労が分かる。今どこなの？窓の外を見て。あ、そこにいたの。アップグレードしたのね。よし、あと3つだな。すげえ、アイアンマンになってる。これはすごいぞ。あ、全然むず、オーバーヒートした。あ、オーバーヒートすんだ、これ。オーバーヒートすると、当然落下になるんだよ。これ上からジェット吹かして。すげえ！なんかね、こういう動きができるかもっていう想像がちゃんとそのまま働くから、楽しい。アイアンマンの操作って面白いんだな。やべ、あぶね。ちょっとまだアイアンマンの訓練が足りてない。当てるむず。あと一つ。これ両手でね、結構吹かさないと、キューピーしないとね、速度が出ないですね。こう急にここに噴射してブレーキもできるね。おお、すごい。次は。タイムトライアル。すげえ。僕は見られてる方が燃えるしな。ちゃんとアイアンマンしてるよ。
そんなに簡単じゃないね。はい。おもろい。腕は体の横、手のひら後ろ向き。はい。おお、本当だ。噴射した。最高だな。すげえ。こうか。怖いな。うわあ。直流弾道と太陽光発電。いやあ。スラスターに電気を送る磁気接合弁をつける。難しい。やべやべやべ。いや、10.5% 削れた。メモした方がいい？大丈夫。記憶力には自信がある。私の誕生日は？あ、ペッパ、悪い、電波が切れそう。タワごとの出力値、もう少し下げたら？どうして？正常値だぞ。僕の基準では。でで後ろにめっちゃ当たってる。これあっちを正面にするのどうやってやるんだ。方向か。あ、ここじゃないな。そこか。これなんか振り向きたいよね。うお。面白いアイアンマンの操作。こんな感じなんだね。ちゃんとムーブコンでやってます。だからちゃんと両手を前に出して動かしてる。ウィー、あれか。なんか俺の UI で手がおかしな方にぐねってる。怖い怖い。ちょっと言い過ぎ言い過ぎ。難しい。ジェットをチャージして何かパンチしたい気分だ。パンチ？え？格闘とか。拳のロケットオッケー。パンチ行くぜ。そんなことできない。え、どうやってやる？あ。お、こうか。KO。すげえ。ハッピーに教えてもらった通りだ。なるほど、格闘もできるんですね。これ慣れたらめちゃくちゃ気持ちよさそうですね、ほんと。操作に。まだちょっと、まごまごしてるけど。すごいわね。そこはパンチか。いや、これは面白い。これは面白いですね。こんな操作未だかつてなかったね。アイアンマンになってるわ。あ、ここブスターか。いや、パンチだな。難しい。うい。素敵だったわよ。もう満足した？それとももう一度？これ操作に慣れるまではちょっと癖あるけど、慣れると多分すっごいいいですね、これ。面白い。これは唯一無二の個性ありますね。あれ、これどうすんだ。完了したけど。あ、こっちに出た。後にしよう。思いもよらん。少し改良したいした。分かったわ。戻ったら会いに来て。どっち行くの？あ、そっか。お、どこに？お、お、すごい。お、あ、そっか。ヒーロー降臨だ。
チュートリアルみたいな感じですね、今のね。あ、操作してて楽しいっていうのはもう今のだけで結構ね、わかりますね。ここでバトルとかしたらどうなっちゃうんだろうな。お、数年後。さあ、取れてるかすごい心配なんだけど、大丈夫？飛行機になった。なんだ。ああ、声が最高や。スーツケースを開ける。こうか。お、あった。ご用件は？フライデー、ペッパーはどこだ？おそらく火を消していらっしゃるかと。ん？僕のせい？問い合わせの電話が殺到しています。なるほど。ボスの発表が世間をずいぶん騒がせているとか。自分がアイアンマンだって言った直後。ニュースをご覧になりました？ソニー・スターク氏がまたもや電撃発表です。スターク・インダストリーズの社長にペッパーポッツ氏が就任することが決まりました。スターク氏が会見で明らかにした内容によると、そうだよね、アーマーがね、本人には事前の通達がなかったとのことです。潔しだったのでは。大抜擢だ、きっと喜んでくれる。トーニー、どういうつもり？私は助手です。こういうことは事前に知らせていただかないと。君は助手じゃない、スターク・インダストリーズの社長だ。ニュースで言ってた。私は失礼。僕だって間違うことはある、すごく稀にね。トーニー、僕はデスクワークは性に合わないし、君だって駐車違反の罰金の支払いばかりじゃ。違反切符あと何枚あるの？山ほどある。でもその話はいい。我が社は転機を迎えたんだ。世のためになる企業だと世界に伝えてほしい。要は矢面に立てってことですね。お、フライデー、操縦誰に習った？あ、ボスですが、ただ現在操縦が効きません。なんか来てる。乗っ取られてしまったようです。なんかロボ遠隔操作です。あれを見て、うちの製品よ。戦闘ドローン、製造は停止したはずだぞ。ドローンはハードライトのシールドで保護されているようです。ご機嫌よ、スターク。誰だ？お前の過去の亡霊だ。危ない。来るぞ。あら、死んでもらおう。おほほ、やばいやばいやばい。トニー、トニー、ああ大事な荷物が吹っ飛んでったぞ。後ほど賠償請求を。ベルトを外してくれ、ペッパー。分かってる、無事に戻ってきてくれればいい。トニーの胸筋すごい。たマジ落下中。ドローンがペッパーを狙ってる。そのようです。あそこにいた。生身でスカイダイビングはきつい。スーツ右腕、まもなく到着します。マジで、はい。お、来た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 。お、すげえ。返してください。熱い。ほい、左腕到着します。いや、これは熱いっすね。これはマジでファンにはたまらんですね、これ。チェストピース、左方向です。おほ、下に敵のドローンです。頭はどうなってる？まだ雲の中のようかと。地面が迫ってるぞ。来ました。来た。これは熱い。
たまらんですねこれ。これは血圧2万上がるわ。ミキがちゃんと。ほほ、システムオンライン、これで飛行機に間に合うな。すげえ。アイアンマンなってるよこれ。ペッパー聞こえるか。ええ、風がすごいけど。これは暑いね。機体に大きな穴が開いています。今そこから飛び出したところだ。他に情報は？スキャンします。エンジン火災です大将。右エンジンでも爆発が発生しました。わかった。ちょっと高度を下げて。はい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 、来ましたよ。でどうすんのこれ。沈下システムオンライン。そんなことできない。おおすげえ。すごいすごい。これで一つ片付いたな。お見事です。オートパイロットが機能していません。このままだと人口密集地域に墜落します。私が何とかする。ペッパーダメだ、動くな、危険すぎる。飛行機から飛び出すよりマシよ。謎のゲストは何か言ってきたか。今のところ沈黙していますが、ドローンが迫ってきています。歓迎してやろう。おっとっと、あ、そっか、これで書きちゃいけない。なるほどね。キューピーを横噴射して返しなきゃいけない。いや、これ楽しいぞ、これ。これはね、熱いよ、マジで。噴射とリパルサーコントロールめっちゃ楽しい。ペッパー、フライデー、何が起きた？ミスポッツを捜索します。あ、いるいる。バイアンモンが脆弱する。ディスプレイにいたずらされてる。ジェットの状態もチェックできません。ミスポッツの行方も。ペッパー、応答しろ。敵が来ます。また来た。オッケー。ペッパー応答してくれ。危ない。おー楽しい。これは楽しい。これはやばい。大丈夫か。これは楽しいっすよ。これは面白い。さらに敵が来ます。これ最高ですね。めっちゃ操作性いいっすよ。操縦が効かない。ボス、左の補充部が破損しました。それって直せるの？やってみる。マジ？まずあそこにちょっとたどり着かなきゃ。おい、なにこれ。え、どうすんの？これをこうして。すげえ。これでマシになったな。ちゃんと掴んだ。緊急着陸できる空港があります。わかった。ペッパー、どうだ、行けそうか。やってみるしかないわね。
着陸態勢に入るわ。ペッパー抱きかかえていったらいいんじゃないですか。あ、そっか、ね、飛行機が墜落したら大事故起きちゃう。車輪の扉が開かない。いや、あら、はいはい、行きますよ。これブーストしないと間に合わない。おい、そうそう、慣れてきた。頼むぞ。これどうすんの。お、行けた。はいはい、一回ちょっと離れるか。いいぞ、ペッパー。おい、着陸 OK。 二人ともお見事です。いや、面白いこれ。十分働いた。あ、待ってきた。やばい、なんか雲で画面が。ボス、新たなエネルギーを検知しました。それいい、戦い足りないと思ってたところだ。来たわ。あるよ。サイドステップで避けてください。やってますよ。ういふい、しゃあ。やっ、機能が一部低下。どうだ、しました。ただ例のハッカーが戻ってきたようです。フライデー、おい、システムがダウンしてる。また強敵です。操縦が効かない。おペッパー、レーダーから消えました。分かってる、つなぎ直せ。復旧しました。おお、トニー、システムが反応しない。急がないとやばい。ボス、こうなっては緊急脱出するしかありません。ペッパー、脱出だ。わかった。なるほど、邪魔してくるのこうやって。キャビン、火が回ってて出られない。ミスボッツ、足元のパネルを開けるとキシュバウの車輪にアクセスできます。あった、今から降りる。機体の下で会おう。早い、ダメ。めちゃめちゃいいっすね。これめちゃめちゃ面白いっすよ。これびっくりした。すげえ面白い。これはね、本当にいいですね。ワイアンマン好きファンにはもうマジでやってほしいゲームですね。すごい良かったです。すっごい楽しかった。またちょっと製品版が7月に出るんで、出たらやりたいと思います。というわけで、皆さんありがとうございました。最高でした。面白かったです。